します。どうか、私の願いを叶えてください。お願いします。どうか、私を。どうか、私を、10年前の私に、魔法少女に、戻してください。少女の終わりはここから始まる。
越しだ。もう少しで消灯時間。禁止だからね。どうしても眠れない夜にでも、君にでも、誰にでも、君たちは誰もが魔法使いにな、そして私たちはいつでもそのまま、そうだよ。眠れないのは心の中で真っ暗な夜の色ばかりを見つめているから。楽
しかったことを数えてみるんだよ。それがこの魔法を使うための呪文だよ。今日ご飯をいっぱいお腹いっぱい食べられた。君と一緒に立ち寄ったどこかの駅で甘くて美味しいチョコレートを見つけたよ。君が私に買ってくれた。すごく嬉しかった。君と一緒に半分こで食べるとね、もっともっと嬉しくて、美味しかったチョコを売ってたお店の人にそろそろ冬が終わるよって教えてもらえた。冬の次は春、もっともっと君と一緒の今日という日は素敵な日だった。キラキラがいっぱい。眠れない夜は一緒に星、そう、二人で。お布団の中で一つ、二つ、三つ、そうすれば明日も、うん、君が思い描ける未来は全部、それはとっても素敵だなって。この世界をつはる君の明日に、君の未来に思い描、そんな素敵な未来が私には君が笑顔でいてくれる、そんな未来がたくさん見えるよ。大丈夫だよ、全部全部うまくいったからね。君が一人で眠れるようになるまで私が、ねえ、どうかな、こんな約束は君の魔法の呪文に、今日の日のキラキラにはなれないかな。Thank you.
しないで、痛いから。君が頑張った、頑張ったよ。おいコラ、誰だこんないたずら書きしたガキどもは。なんだかお腹のあたりがもしょもしょするなって思ったら、まったくもうひどい、ひどす。君が一人で眠れるようになるまで、私が君を絶対に絶対に一人ぼっちになんてさせないよ。ついた攻撃が大変だったんだぞ。危うくかじりつかれるところだった。何のためにあるのかな、タイガー。なんだそれ。おい、まさか自分たちが働いてるのに俺たちが遊んでると悔しいからか。はあ、歪んでやる。なるほどなるほど、施設でもらい手がなかったのも納得だね。急に無難な話になったな。そうか、音楽は一人でもできるんだよ。なぜその選択肢に、今日はもう疲れたから帰るというものは認めてもらう。いや、そんなわけにもいかないな。俺は幸せを回収しに学校に行ってるんだよ。意味はある。いつだってどこにだってある。いいか、ため息をついたら幸せ。昨日帰りたいとついたため息と一緒。あいつらのことを俺以外の一体誰が助け出してやれるって言うんだよ。ハズレだ。でも抱きしめてはやろう。
制服のボタン一つかけ違ってますよ。はい、しぐはぐな感じです。今朝は急いでたんですか？確かにちょっとだらしない感じだな。ダメです。そんなことしてるから夜月先輩に疑われる。次はします。そういえば、改めて聞くのもどうかなって感じだが、今日はあそこから投稿したのか？そっか。なあ、タイガ。もう動かないでくださいよ先輩。いや、あの二人は、朝日さんと東野は元気なのかなって、そう思ってさ。そこには出入りできなくなっちゃったからな。それに記憶ももう曖昧だ。少し寂しい。人生とは忘れることだ。辛いことも、
悲しいことも全て忘れて眠ってしまおう。